こんにちは、クリッカートミーです。 L 型 3.1 リッター下位に遠心式スーパーチャージャーをセット。体感は4リッター NA 並みの L 型チューンド。1978年にデビューした2代目フェアレディ Z-S130 系は、北米で爆発的ヒットとなった初代 S30 系フェアレディ Z のスタイリングコンセプトを受け継ぎ、より車格が高められたモデル。大型化や装備の充実により車重は増したが、エンジンは L 型のターボモデルや大排気量モデルが設定されることにより走行性能の向上も図られた。特に当時の最新装備として注目を集めたターボモデルだが、まだそのノウハウも普及しておらず、純正ですら独感フィール。チューニングシーンではやはり L 型3リッター 3.1 リッターといった NA チューンが主流となった。片や対抗チューンとして多くのチューナーが排気量アッププラス大型タービン仕様などにも挑んだが、制御系パーツが未熟な時代だったためにターボラグが大きく、全域で実用的な性能を備えたチューニングカーは多くなかった。実際ターボチューンが完全に安定したのはデビューから20年以上後のことと言えるだろう。ここで紹介する S130Z は定番の L 型プラスキャブチューンから始まり、インジェクションプラス F コン V プロへと進化を果たし、最終的にモアパワー、この車両の場合はサーキットでの走行タイムを求め HKS の大型スーパーチャージャーをインストール。最新の技術を織り込むことで下級機チューンを取り入れながらも、狙い通りのまるで NA のようにスムーズにパワーが伸びるというチューンドエンジンに仕上げることができたという。下級機チューンと聞くとレスポンスなど NA チューンに劣る要素を懸念する人もいるだろうが、その心配はご無用。というのも従来のボルトオンターボとは遠い排気系の抵抗が少ないスーパーチャージャー仕様の場合、 NA 並みの燃焼や点火時期設定が可能だからだ。加えてクランク出力からの下級機駆動となるため、アクセル回転数に下級圧が連動してターボのようなラグが発生しない。常にアクセルを踏み込んだ瞬間から狙ったパワーを生み出すことができるのだ。その乗り味はチューンド L の加速力を3速4速までしっかりと持続できるもの。大幅に排気量をアップしたかのような自然で力強い出力特性に仕上がっている。参考までに製作した J&K にスーパーチャージャー化の費用を尋ねてみたところ、制御系、V プロやインジェクション化や点火系、ダイレクトイグニッション化などが整っているならばおよそ60万円からとのこと。得られるパワーを考えるならば、ハイパフォーマンスチューンとしては比較的リーズナブルなプライスゾーンと言えるだろう。 L 型エンジン本体は亀有のピストン&コンロットに LD クランクを組み込んだ 3.1 リッター仕様。NA 時代には 12.5 対1だった圧縮比は下級に対応するため約 10.2 対1まで落とされている。プレートをワンオフし装着されたスーパーチャージャーは GTS8550、 5000rpm 時に 0.5km、 8000rpm 時に約 0.7km の下級をするようセットアップ。ブーリーフのセットアップとブローオブバルブを使ったリリーフでブースター圧をコントロール。点火系は RB エンジン用のピックアップを使いダイレクトグニッション化。強く安定した点火力は下級エンジンには欠かせない。重量バランスを高めるためにラジエーターはラゲッジスペースに移設、各部からフレッシュエアを導いているのがよくわかる。フロントセクションのボンネット先端部にはインタークーラーやオイルクーラーなどがレイアウトされているが、ラジエーターがない分効率も高く見た目もすっきり。フロントにはエンドレス製、リアには BCNR33 用のブレーキキャリパーを装備してストッピングパワーも強化。不足するボディ剛性を向上させるために4点プラスサイドバーのロールケージを投入。またカーペットは剥がされ、ドア内張りはアルミ板で製作。ウィンドウはポリカーボネード化されるなどして軽量化もなされている。タコメーターはオートメーターのスポーツコンプ、シフトインジケーターランプも装備。イグニッションの主電源はミサイルスイッチ、セルモーターはプッシュスターターで作動させる。